か今日はついでに遊びたい人がいっぱい。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、ほい、早速マンション見てこう。お、なんか二人で仲良く犬を。あ、このカップルももう結構長いよね。いいね、いいね、ラブラブで。ほい、それじゃあはるちゃん、よかった、いっぱい友達マークあるけん、ちょっとまた喧嘩かと思ったよ。最近多いもんね。グッモーニング。グッモーニング。ブラネのこともよく知らないのですが、うちとブラネとは気が合いそうですか？お、いいと思う。友達の輪を広げていこう。そうなんですか。ちょっと気になってきました。はるちゃんとゼロさんにもね、早く子供が生まれてほしいんやけど、でも親友のアイナにもちょっとできてないけんな。もしかしてそこからの影響で。ミカちゃん、ミカちゃん、ミカ、え、待って、ちょっと不満やけど大丈夫？ゼロさんとミカちゃん再婚楽しい、いいと思うよ。え、大丈夫なん？ちょっと、え、すごく不安なんですが。それは、え、ちょっと待って、あの、ご飯食べてないよね。え、すごく心配なんですが大丈夫なのか。なんか微妙になんか食べとった？飲み物でも飲んだんかな。はい、ソーセージでもどうぞ。いただきます。ほいほい、どうすか。結構美味しかった。お、よかったよかった。そしてレベルアップ。はい、それじゃあどうしよっかな。服でもあげよっか。カウガール、カシュクール T シャツ、ガールズパーカー、大きいチェックの秋のワンピース、秋のワンピース、落ち着いた感じでいいかな。はい、どうぞ。服、秋のワンピースをプレゼントしました。いつもありがとうございます。うんうん、うちからのお返しです。なんでしょう。お宝、金貨をもらいました。おー、ありがとう。だから遊びませんか？はいはい、遊びましょう、遊びましょう。キャッチ、ミーが落とすアイテムをキャッチできればあなたのもの、床に落としたら失敗です。なんだ。いきますよ。はい、欲しいです。来い。失敗かー、早かったー。もう一回、はい、もう一回だけですよ。いきますよ。はい。実はここだけの話。なんでしょう。さっきからいつ懐中時計を落とそうかずっと考えているんですけど、いつ落としても別にいいです。失敗。あーいつ落としても大丈夫ではない。残念でしたね。ぜひぜひ遊んでくださいまし。またそう、最近ちょっとリアルでもね、懐中時計欲しいなって思いよって、こないだね、猫型のめっちゃ可愛い懐中時計を見つけたんよ。可愛いなと思ってはい、それじゃあゆうさん入るよ。ここも喧嘩ではないんやね。ってことは今回は全部喧嘩じゃないんかな、もしかして。あゆなのそっくりさん、3週間ぶりですね。お久しぶりです。夜券 MAX に。おー、紹介いいやん。洋平さん前にもなんか紹介されたよね。べっかなとくっつけるのはどう思いますか？お、べっかなさん、いいと思います。それでは二人も合わせてみます。どうかな、うまくいくかな。うまくいったらいいな。とりあえず最初の印象は良き最初から悪かったらね。こういう紹介ってやっぱりそれぞれのタイプぐらいは聞いとんかな。じゃなかったらね、会った瞬間からいやちょっとってなったらちょっと悲しすぎるもんねある程度のタイプを聞いといて、あ、それならこの2人はどうかなみたいな感じかな。あ、いい感じじゃない。え、今回くっつくんじゃないこれ。お、新たなカップル誕生か。これで帰り道スーンってなっとったらどうしようあ、よかった、いける、これいけたわ。今日は楽しかったね。また遊ぼうね。おー、新たなカップル誕生の瞬間や。久々じゃない？ちょっと嬉しいんやけど。いいね、ゆうさん。さあ、これでカップルが誕生した。付き合うことになったみたいです。よかったよかった。じゃあゆうさん、ゆうさん自身もね、今度は逆に洋平さんに紹介してもらったりとかしたらいいと思うよ。実用品、扇風機をもらいました。ありがとう。親友のネムトであって、オラの人生は変わりました。
お、何かしら考え方に影響が出たりとかしたかな。そのまんまちょっとね、彼女を作るところまで人生変えてこ。お、お、超大好物ですか。今日ゆうさんめっちゃついてない。紹介した友達同士は付き合うことになるし、超大好物はもらえるし、うまーい、いいね、いいね。うますぎたら逆に棒読みになってしまうかな。超大好物だったようです。よかったよかった。お刺身美味しいもんね。はい、それじゃあちょっと服装、コマンドセーター、サッカー T シャツ、何がよろしいかしら。カーデサルエルパンツ、カーデサルエルパンツにしよう。はい、これのこの色でいいかな。はい、服、カーデサルエルパンツをプレゼントしました。今結構真夏みたいな格好しとったよね。いつもありがとうございます。お宝のお返しです。はいはい、お宝、金貨をもらいました、ありがとう。はい、それじゃあなんかもう、お、もう一人、春城さん、さあ、なんだいなんだい。おはようです。おはようです。マリンとは仲がいい恋人だと思っているのですが、私とマリンのことをどう思いますか。自分が仲がいいと思っているんなら仲がいいんだろう。ほら、好き、まあ、普通やけど、相性バッチリ。別れられたら嫌やけん、相性バッチリって言っとこう。ということですね。これで多分さらに、ほら、大好きになった、よかった。まだ眠いです。でもさ、なんかそういうのってさ、人の言葉に左右されるもんなんかな。人の言葉に左右されてる時点で好きじゃないんじゃないって思うんやけど。いただきます。どうなの、どうすか、チーズ美味しい。結構美味しかった。お、よかったよかった。最近ね、この超大好物はよく出るんやけど、大好物があんまねんくって、あの踊りが久々に見たいんやけどね。遊ぼう。超アップクイズ。一部分が超アップで表示されたアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな。はい、スタート。超アップクイズ第1問。第1問。これは何でしょう。え、キノコ、多分。答えは、なんとなく、キノコでした。いいね、いいね。超アップクイズ第2問。第2問。で、これは何でしょう。ショートケーキ、わかりやすい。ショートケーキ、いいな、ケーキが食べたい。最終問題。最終問題。ででん。これは何でしょう。え、なに、うな重？なん、うわー、うな重かな、わからん。多分。おー、よかったー。うな重でした。もう無理かと思ったわ。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。それじゃあ、一番大きいので。お宝、鍵盤ハーモニカをもらいました、ありがとう。はい、それじゃあ、あともう友達、お、おりやん。はい、マリンさん、今度はマリンさんの方や。彼氏さんのところ行ってきたよ。1ヶ月ぶりですね。お久しぶりです。アドレス AK 流に友達も紹介しないのですが、ペッカナも紹介するのはどうでしょうか。お、いいと思うよ。ってことは今日ペッカナさんは彼氏もできて友達も増えるわけだ。いいことやね。恋愛の話とか今めっちゃしたいんじゃない。わかりました。彼氏できたばっかりってことで。どうかな。私前から結構さ、ペッカナさんとアズちゃん似とるなって思うよね、見た目的に。お、どうだどうだ、これいい感じなんじゃない。ほら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 、多分今ね、彼氏の変な癖とかそういう話をしよるはず。友達になれた、うまくいきました、やったね。ありがとうございます。友達になってくれました。よかったよかった。お礼にこれもあげます。なになに、
実用品お風呂セットをもらいました。ありがとう。あ、この感じ夢で見たような気がします。そういうのよくある。なんかさ、この場所夢で来たような気がするみたいな場所があったりとかさ、なんか不思議な感じするよね。いただきます。はい、鮭のムニエルでもどうぞ。どうすか。しかも結構そういう夢ってさ、何回も見たりするんよね。デジャブやデジャブ。ほい、それじゃあ、ハートまで出た。ゆうなちゃん入るよ入るよ。久々のハートマークな気がするよ。ちょっとだけちょっとしておいてください。子供？なるほどね、いいと思う。私と犬の間に子供がいたらと想像したりします。いいと思うよ。いいね。ですよね。さあ、今度はどんな子が生まれるかな。実用品使い捨てカメラをもらいました。ありがとう。お腹の二人の子供が楽しみだわ。ご飯もあげたくなります。あげてあげて、もうじゃんじゃん分け与えてあげて。てか、アイラと赤花さんにはなぜ子供ができないの。別にね、不満とかもなさげやったけど、すごく美味しかったようです。お、よかったよかった。はい、レベルアップ。それじゃあ道具で、何がいいかな。体重計、まあ、この先子供ができるかもしれんけんね、それをちょっと気にして。はい、道具、体重計をプレゼントしました。せっかくだから遊びませんか。お、遊ぼう遊ぼう。なんか今日はついでに遊びたい人がいっぱい。トントン相撲、フィギュアを使って相撲をしましょう。空いてるフィギュアを倒すか、土俵の外に出すと勝ちです。はい、スタート。はっきょい。はっきょい。残った。残った。なんかこのさ、二つくくりにしとるのに、てっぺんもくくっとるっていうのがね、かわいいよね。そしてあっという間に勝っていくやつ。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。一番小さいので。お宝、コルクの蓋をもらいました。ありがとう。さあ、ということで、そろそろみんなに募金を。あ、友達マークあるやん。リミちゃん、どうも。おしゃれやな、秋っぽい感じやけど。そっくりさん、こんにちは。こんにちは。ショルタと友達になりたいです。ふんふんふん、いいと思うよ。紹介しましょう。あれやね、みんななんか自分たちで紹介し合ったりとか、私に紹介してもらったりとか、いろいろなんやね。え、翔太くん、どうやら真面目な話が合いそうかな。アドバイスありがとうございます。では、ちょっとお話ししてきます。いってらっしゃい。初対面で真面目な話って何するんやろ。会社同士の取引みたいな。そういう感じではない。デミちゃん、動きがめっちゃゆっくりだな。早く来いよって思ってそう、翔太くん。ていうか、話しながら来たんでいいよって思ってそう。あー、友達にはなれない。なれないのね。まだ友達にはなれませんでした。なるほど。あれかな、ゲームの話とかの方が良かったかな、翔太くん。私たちがどれくらいの大きさなのか知ってますよね。手のひらサイズと私は思っています。はい、チーズでもどうぞ。いただきます。手のひらサイズのミーたちがこうやってね、いっぱい生活しよると思うとすごい可愛いよね。ってことはやっぱり家とかもミニチュアサイズなわけやろ。めっちゃいいやん、超可愛い。そしてそれを巨大な管理人がちょっと窓から覗いていきよるっていうスタイルなわけやろ、これはきっと。はい、それじゃあみんなに募金を募ります。さあ、みんなじゃんじゃん入れてって。じゃん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 。いつもハットくんの眉毛だけ色が違うのがすごく気になる。今日は 27,100円集まりました。ありがとう。はい、そして朝一。おいしいおかゆだよ。おかゆか。でもおかゆってなんか作った状態で売りよったら、なんかあっという間にね、パッサパサになりそうじゃない。そんなことないかな。これも知らない日、毎度あり。別に若くても若くなくてもおかゆは知ってると思うけど。思うけども。はい、ミニュース見てこう。11時になりました。
ミーニュースをお伝えします。お願いします。お笑いコンビの頂点を決めるミーお笑いグランプリが本日開催されます。ミーお笑いグランプリ、アニナテレビ主催のミーお笑いグランプリは今年で9回目。素人からプロまで予選を通過した7組がお笑いの技を競います。予選ではあまりの面白さに失神する観客も出たという、面白さで失神するということなんや、笑いすぎてってこと。なんとザ・インターネット2000年問題っていうのがグループ名かしら。やめてやめてやめて、それはちょっと大変なことに。あれか、赤花さん今ちょっとお笑いの方に身を入れとるけん、じゃあ子供とか言える場合じゃないんかな。いろいろと勉強になるニュースです。笑いすぎて失神。え、でもあれなんかな、笑いすぎて、あ、そっか、なんか笑いすぎて失神する人って私アンベリーバボかなんかで、ね、見たことある気がする。なんか笑うことによってなんかこう何、体が興奮するというか、それで一気に血圧かなんかが上がってなんか気を失うみたいな病気の人がおるっていうのを聞いたことがある。なんかそれはそれでね、素直に笑えんの嫌やんね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねってことで、あゆのとはるちゃんにもね、早く子供ができていただきたいんだけど、今回新しいカップルも誕生したし、またこれからが楽しみやね。ゆうさんにも恋人が欲しいです。